子牛のしびれの V マッシュルームのリゾット、リード棒のソテーゾえリード棒のフライト、パースニッププチトマト、黒トリュフのハサミ揚げしびれは牛、羊、豚などの矯正や膵臓を意味する料理用語である。白い色で、ふわっとして柔らかく滑らかな食感と繊細な味わいがあり、特にフランス料理やイタリア料理などで食材として新調される。日本語のしびれは、 英語のスイートブレッドが添加した言葉である。英語のスイートブレッドの語源は声語に遡る。スイートは心よい風味を意味する声語のスイートやスイートに由来し、ブレッドは肉を意味する声語のブラッドに由来する。哺乳類の共腺はリンパ球を成熟させて免疫機能を高める臓器で成長期に発達し、成熟するにつれて次第に衰退して脂肪に変わる。 胸腺の痺れは通常は生後1年以内の未成熟の個体から採取される。成熟した牛や羊は胸腺が衰退しているため個体差はあるものの通常は成熟したものからは胸腺はほとんど取れない。胸腺は胸部の首の近くにあり、管とメンブレンで互いにつながった心臓側胸腺と喉側胸腺の2つの部位があり、海上の心臓側胸腺が円筒状の 喉側共腺に囲まれた構造をしている。心臓側共腺と喉側共腺はどちらも食べられるが、味や食感がより繊細な心臓側共腺の方が一般に沈重され、値段も高い。子牛、子羊の共腺は、フランス料理ではそれぞれリード棒、リーダ尿と呼ばれ沈重される。水臓は、水液と呼ばれる、消化液を分泌する球状の臓器で胃の近くにあり。 通常は、強腺よりも大きい。水臓のびれはどもともいい。英語では、ストマックスイートブレッドという。味は、強腺のびれに比べて、こってりしている。定義上水臓をびれに含めるべきかどうかについては、議論もあるが、フランス料理百科事典のラルースガストロノミックなど、多くの文献が、びれは、強腺と水臓であるとしている。西洋料理では、びれは、 通常まず冷塩水、または冷水にさらし、ミルク、または水で、さっとポーチし、水気を切って冷ましてから、表面の脂肪層やメンブレン、筋を取り除き、パン粉をまぶしてカリッと揚げるのが、一般的な調理法である。しびれは、バーベキューや網焼きなどグリルにも合うほか、詰め物やパテなどの材料としても人気がある。日本では、牛や豚の痺れが、もつ煮やホルモン焼きなどの持つ、 料理の材料として用いられる。しびれのカツレツは代表的なしびれ料理である。イギリスのビクトリア女王の料理長だったチャールズ・フランカ・テリーが書いた料理人の手引き書にはしびれのカツレツの作り方が次のように説明されている。しびれを冷水に数時間さらして、色が白から淡いピンク色になるまで血抜きをする。さっと湯通しする。水気を切り。 冷めたら、麺ブレーや筋を取り除き薄切りにする。塩、胡椒をして卵黄を塗ってパン粉をまぶす。溶かしバターに軽く浸して、もう一度パン粉をまぶし、叩いて形を整える。バターを溶かしたソテーパンに入れて両面を炒める。照りよく仕上げて、皿に盛り、中央に適当な野菜を添えて彩り、アルマンドソース、ベシャメルソース、グレービーなどを、 適量周りに流す。一般に若い個体、特に父の実で育てた草を食べる前の個体の痺れは、色が白に近く、成熟するにつれて、ピンク色が濃くなる。英語の名詞としては、通常複数形のスイートブレズの形で、用いられる。スイートブレズをかなで表記すると、スイートブレズになるが、英語の音調をつけた発音はむしろ、痺れに近い。 料理界のアカデミー賞とも言われるジェームズ・ベアード賞を受賞したフランス料理のマスターシェフであるフィリップ・ブロラは、水臓はびれに含めないとしている。なお、甲状腺や扁桃腺はびれに含めない。水にビネガーやワインを加えて酸性にすることを勧める。専門家が多い。ありがとうございます。